高知城で格式ばった連中と飲む酒はまずくてな。酒はここで飲むに限る。おやっさん。どうだ、龍馬。傷に染みるかもしれんが、数年ぶりに飲まないか。しかし、せっかく江戸にまで出してやったのにな。剣の修行じゃ性根は鍛えられなかったか。土佐に帰るなり上司と喧嘩とは。まったく相変わらずだ、お前さんは。相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ。江戸行って分かったが、土佐の階級意識の強さは異常だ。どうやら修行の成果はあったようだな。しかし、あんなことをして大丈夫だったのか。お前を逃がしたことか。おやさんは土佐の賛成なんだろう。それが勝手に罪人を逃したと知れりゃ、下から足を引っ張る連中も出てくる。土佐のお偉い老人たちのことか。だが問題ない。さっきの老番は白札合子だ。面倒を起こしはしない。どういうことだ。白札は合子と上司の中間、つまりわしとお前の間の身分だ。何かあればすぐ合子に格を落とされる。それがあの老番の最も恐れる事態だ。そうやって権力にこびるような奴は大した度胸もねえさ。そういうもんか。ああ、お前みたいに後先考えねえで上司に対しても逆らえる奴の方がよっぽど怖い。国を預かる賛成としてはな。しかしこの場所も古くなっちまったな。ああ、だが俺にとっては自分の家も同然だ。思い出すな、もう10年以上経つか。ああ。上司に身内を殺され行く当てを失った子供たち、お前もその一人だった。わしはそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作った。藩には内緒でな。俺は今でも不思議に思う。どうしておやっさんは上司でありながらあんなことをしたんだ。さあ、どうしてだろうな。だが一つ言えるのは、わしは土佐が大嫌いだってことだ。嫌い。ああ、土佐は階級が絶対的な国だ。武士だけでも上司、白札合子、そして合子の3階級が存在する。土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を与え、身分の壁を作ることによって藩の秩序を守ってきた。だが本来、武士も農民も商人も女も子供も全ては同じ人間。差なんてねえんだ。ああ。だからわしはそんな土佐に恨みを持つお前たちを塾に引き取った。土佐を変えられる人間を育てるためにな。土佐を変えられる人間。そうだ。階級という制度に飼いならされた人間には変えたいという気持ちは生まれない。わしはな、龍馬、土佐を変えられる人間ってな、土佐を誰よりも愛し土佐を誰よりも憎んでいる奴だと思うんだ。お前は15年前上司に家を焼かれ、実の親兄弟を失った。
前は土佐を変えたいと願っているはずだ。おやさん。じゃあどうしておやさんは藩の仕事をしているんだ。藩の賛成ってのは土佐の階級制度を守る立場なんじゃねえのか。そうだ、わしは土佐で最も身分や階級といった規律を重んじる男だ。表向きにはな。龍馬、竹地にはもう会ったか。兄弟に、いや、まだだか。お前が留守にしている間、あいつには重大な仕事をしてもらった。仕事？ああ、土佐勤王党という組織を作らせた。土佐勤王党？今の土佐藩の体制に不満を持った豪士を中心に500名。名目上勤王とは謳っているが、その思いは一つ。土佐の身分制度の崩壊が目的の集団だ。それじゃ勤王党の敵は土佐藩ということか。わしはな、龍馬、その勤王党の力で土佐をぶっ壊そうと思ってる。壊す？そうだ、わしがこの塾で息子同然に育ててきたお前ら二人、竹地半平太、坂本龍馬の手によってな。龍馬、竹地に会いに行け。そして土佐勤王党に入るんだ。とにかく詳しい話は竹地にあって直接聞いてくれ。わしはそろそろ城へ戻らねばならん。今兄弟はどこにいるんだ。町で土佐勤王党の竹地といえば知らない奴はいない。だがすんなり会えるかはわからん。はい、やっと戻ってきやがった龍馬。あの竹内先生、もしかして婚人が。ああ、以前からお前らにはよく話して聞かせている俺の唯一無二の兄弟分であり、土佐最強の剣士坂本龍馬だ。これが土佐勤王党か。ん？お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃないか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。うん、みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ。筆頭？ほいったからいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか。俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は勤労とも妙に堅苦しい組織になってきしまったからな。いい起爆剤になったろうぜ。
高3の連中からはあまりよく思われないだろうな。いいんだよそれぐらいで。あれぐらいの刺激がねえと下の連中も焦らない。組織ってのは固まっちまったらしまいだ。土佐藩がいい例だろ。まあそうだが、まだ痛むのか背中。おお、これか。いや痛みはねえさ。まあ後だけは派手に残っちまってるがな。すまねえ兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ忘れようったって忘れられねえか。上司による焼き打ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど。本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃねえ。あの日お前の家と家族を焼いた上司どもだ。だろ。ああ龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何をする気なんだ。土佐藩の天守高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと。襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。城を包囲して勤王党の覚悟が藩の上層部に伝わればいい。その上でおやっさんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒めば当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に勤王党が座るか。ああすぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はかさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのくらいの荒療治が必要だってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ。脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。東洋のおやっさんは剣後四塾を開いている時からこのことを考えていたのか。多分な。あの人はお前に剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。ん？どうしてだ。きっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いやそれは勤王党の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければうまくならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。
平等な武器か。龍馬、俺は身分という壁を壊そうとしてる。だがたとえそれが実現したとしても、人間は決して平等になんかならない。才能があるものとないもの、身分という壁はなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかして、どんなに学がない人間でも、どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思ってる。兄弟、お前も持っておいてくれ、金の塔の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐勤王党を俺と一緒に支えてくれ。頼む。ああ、分かった。そうか。よし。実はな、今晩高知城で東洋の親さんと今後の話をすることになってんだ。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあって大丈夫なんか。なに、高知城まで行けば親さんの謹慎が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃあお前は表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。うん。俺に何か言おうか。坂本龍馬っちゅうがはおまんか。お前は土佐勤王党岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭いうがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたらいいぞ、おまんが筆頭になるんが筋勢よ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか。誰もおまんのことを同志と認めちょらんがぜよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。一刀言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったれ伊蔵、江戸帰りがなんぼれもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。おい、伊蔵とか言ったね。お前は確かに強い。だが、人が斬りたくて勤王党にいるんだったら今すぐ抜けるんだな。武市の兄弟が作った勤王党はそういう組織じゃねえ。党内の仲間にきちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になると。
世話かけたな。見てたのか。ああ、1年前より確実に強くなってるな、お前。たく、どうなってんだあの連中は。金の塔の名がなくせ。あれが土佐合衆の現実なんだよ。現実？合衆という身分が理由でろくな教育も受けられない。まともな仕事にもありつけない。そんな彼らにとって金の塔は唯一の希望であり誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺をやっかんだってわけか。許してやってくれ。彼らにも彼らなりの志がある。だから俺は連中を金の塔に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな。未来か。さあ、そのためにもさっさと土佐の身分制度ぶっ壊して次の国づくりを考えないとな。なあ、龍馬。難しい話は分かるね。だが一つだけ分かったことがある。なんだ父さん。アンペーター、どうした龍馬。城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ、合衆はみんなそうだ。俺もまだ数えるくらいしか来たことはねえ。これで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、龍馬。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合司に合司。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。おやさん、金の塔はもう高知城包囲の準備はできてます。いつ決行しますか。わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。随分急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝、金の塔は500人全員を武装させて城を囲め。上司が何を言おうが決して動かず。老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後、城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか。言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただし、その前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ龍馬。お前、土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああ、そうだが。アンペーター、筆頭に任命したのはお前か。そうです。何か問題でも。この計画が成功し、老人たちが消えた後、金の塔は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは、坂本龍馬という人間は金の塔の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。な、何を言い出す気ですか、おやさん。前から俺と龍馬とおやさん、その3人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら。待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんなら、いつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ、龍馬。おやさん、どういうつもりなんですか。二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ。
前は親さんを頼む。吉田様、おまんは、おまんが吉田様を。おのれ、切れ、この者を切り捨て。なんだこれは。兄弟、何があった。あいつだ。あいつがここにいる連中を皆殺しに。貴様、気をつけろ龍馬。そいつは土佐の人間じゃねえ。見たこともねえ剣を。そんなことより怪我は。骨はやられてるが、とりあえず大丈夫だ。それよりおやっさんはどうなんだ。いや、もう。兄弟、一体何が起こったんだ。あの覆面の男は誰なんだ。わからねえ。なんでこんなことになったのか。俺らの計画がバレていたってことか。その可能性は高い。あの刺客を送り込んだのは俺らの計画を知った藩の老人連中の誰かだろう。だが親さんが殺された今、それが誰なのかは特定できない。あの覆面の男を捕らえればわかるか。多分な。だが兄弟、俺はあの覆面の男を追う。何言ってるんだ。おそらくあの男はすぐに土佐を抜ける。それを追いかけてお前が藩を抜けたりしたら、お前が東洋のおやっさんを殺した犯人ってことにされかねない。どちらにしてもこのままだと俺は犯人にされる。城の連中は俺がおやっさんを殺したと思い込んでいるからな。どの道追われる身だってことだ。龍馬、
私も出よう。早いとこ城下からも抜けねえと追っ手に捕まる。兄弟、龍馬、あれが、俺はここまでみたいだ。あと少し山を下れば阿波だ。追っても藩の外までは追ってこない。お前一人で行け。俺はここに残って役人に事情を説明する。おやっさんを殺したのは俺たちじゃないとな。無駄だ。そんな話が通用する相手じゃねえだろ。そうだろうな。だが俺はお前が生き残れるならそれでいい。兄弟、東洋のおやっさんは死んだが義の父は死んじゃいねえ。父さんを変えるには俺かお前、どちらかが生き残って金の塔を引いていくしかねえんだ。だから龍馬、お前は逃げ延びて金の塔を。龍馬、そういうことなら答えは一つだ。あんたは土佐に必要だ。こんなところで死んじゃならねえ。龍馬、お前、藩の連中は俺一人を追ってる。あんたがあの場にいたことは誰にも知られていない。兄弟も勤皇党もおやっさんの死とは無関係ってことだ。何言ってるんだ。土佐、おやっさんの意志をあんたに託した。追っ手が来たようだな。龍馬、おい、龍馬、お前どうする気だ。おい、龍馬、お前が三世吉田東洋様を殺した男やな。死に許せ。世の人は我を何とも言わば言え。我がなすこと我のみぞ知る。ん？天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後には呼んで貴様。だがあんたらにそれを信じてもらおうとも思わない。だから。ん？だから俺は土佐を抜ける。どんな汚名を着ようと。生きて絶対に犯人を突き止める。何を。父さん兄弟たちよ、また会いたじゃ。